逃げ出せなかった、君へ、は、安藤祐介による日本の小説。ブラック企業でのパワハラを原因に亡くなった社員と、関わりを持った人物たちの生き方を描く6つのエピソードからなる、群像劇。2019年3月30日に、角川より刊行された。文庫版がリリースされた際に、6条間のピアノマンに、解体されている。NHK 総合。 土曜ドラマ枠において、六条間のピアノマンのタイトルで、テレビドラマ化され、2021年2月に放送された。NHK 総合、土曜ドラマ枠で、六条間のピアノマンのタイトルで2021年2月6日から2月27日まで放送された。NHK 大阪放送局制作、全4回。主演は、加藤茂明、段田康則、原田大蔵。 南紗良。収録は2020年11月中旬から関西域内で行われた。原作となる、逃げ出せなかった、君へは、パワハラが原因で自殺する夏の誠に関わりを持つ人物に関する6つのエピソードから構成されているが、ドラマでは舞台を東京から大阪に変更し、誠の動機、村沢、誠の父、大蔵、誠にパワハラを働いていた元上司。 上河内、女子高生、三崎の4名をメインに据えた4つのエピソードに再構築され物語が展開する。六条館のピアノマンに関するカテゴリー。ありがとうございます。